久保さん新シリーズ始まりまりしたねレザレクションズなんかいろいろレザレクションズっていろいろ生まれ変わるみたいなんですね、まあ、花にしましょうか花花,花にしましょう <laughs>、はい、いやー今ねもう,もうちょっと桜の季節ですけど桜ってそうですよねあの散っては咲いて散っては咲いてを繰り返してね 綺麗です、ね、桜ってねうんいや僕の猛根は生まれ変わらないですけどね <laughs> まあ金かければいけるかないやーこれ「レザレクションズ生まれ変わり生まれ変わりましょう」まああのね前回久保さんの動画でね最後の動画は遺言みたいなねまあ、死んでないですから死んでないしあの 別に最後に、このあのシリーズの久保さんとのやりとりは多分ね、本当に死ぬまで続くと思うんで、久保さんが死んだら買いますよ。<laughs> 久保さんが死んだら、あの墓にお金入れとく、墓にこうお金を添えておきます。久保さん分かんないでしょうね。<laughs> 本当にお金を墓の上に置いてくれたかどうか、久保さんは確認できない。<laughs> 久保さんは確認できない。 でも墓の上にお金をちょっとで置いときますよ。<laughs> 久保さんは確認できない。まあ情報商材ね。まあ僕も17年情報ビジネスやってますけどまあ正直僕はこれからまあもうある一定はなくならないですよ。ある一定はなくならないんですけど。 今もう時代が変わったな生まれ変わったなとは思いますけどね僕もこう発信して思う発信してって思うことが真面目が勝つってことですね今は今今は真面目が勝つというよりか真面目でも勝てるように真面目でも勝てるようになったし真面目の方が支持されるようになってきたし要は真面目に発信しておいた方がいいっすねうん。 徳徳のが強いです昔はねなんだ正直はバカを見るみたいなことわざもあったんですけど今は正直者は億万長者です。うん、い今はね正直者が億万長者になる時代に突入したな正直者でも億万長者だし正直者が億万長者みたいな。 ななんかかそういうういいフレーズに変わっっててきたかなっていうのは感じますね。で,なんでこういうふうになってきたかっていうとやっぱり情報がねたくさんこう出てきたんですよ。であーこあーだこうだ言っているわけですよ。だけどやっぱいろんな情報まあこれお客さんに実際言われるんですけどうんやっぱりそのなんだろうなまああとあれですね要は言ってることとやってることが一緒ってことですね。 な僕なんかもう言うしやってるしっていう話でなここですね正直正直にいける自分もやるし言うしっていうまあ、まあ正直なんですけど、うん、なんかその言うだけで言って自分やってないこれ正直なのかな言うだけ言ってやってないそれは正直者ではないですよね嘘つきですよね言うことは言うでもやってない嘘つきですよね言うことも言う僕もやる 僕もやる、うん。正直ですよね、大丈夫ですよね。そうだからまあ、あの、なんか今はね、その結局、嘘が多いんですよ。これ実際ですよ、実際この,すこの数年でも情報ビジネスやるとかね、なんかネットビジネスやるっつって、この数年で出て消えてく人、めちゃくちゃいるわけですよ。で実際これお客さんがが、言ってたのが なんかそのメルマガにね10件ぐらい登録してたんだけども結局残ったのはシュンくんだけですみたいな俊ュさんだけですみたいななんかねシュンエイくん,の,なんかあの言ってたんですけどまあ今月僕俊ュ君くんの商品売るんですけどそうな,んなんかベンチマークでいろいろシュンエイくんのお客さんがいろいろメルマガ登録したらしいんだけど2年ぐらいでもう全員いなくなったって <laughs> 誰も発信しなくなったみたいな,なんかね 何なんですかね <laughs> あの久保さんと僕も本当にずっとやりますよこれマジでやりますからね一応1シリーズ999本ぐらいでこう締めてるんですけどで1000話も撮ってますで1000話はこう999話で終わらせてるのはこの1000話の伏線ですから1000話10年後に公開しようかなっていう一応もうあのバックアップ撮ってますんで1000話は「<laughs> 億万長者」シリーズで一体何があったのかと事件があったんですよ 事件があったんですよ。事件があったんですよ <laughs> なんで億万長者シリーズはこの9 9 9十九0いかないのかなっていうね。これをね、伏線を投げてるわけです。伏線を。伏線を実はね、中長期で投げるっていう、投げ続けるこれなんで999なのかなあれ、ヤマトの39なのかなと。ね。銀河鉄道39なのかな。違うんです。違うんです。銀河鉄道39じゃないんです。 線はあるんですその線は何やねんっていう伏線なんです先に言っときますけど <laughs> でそれを10年後ちゃんとね日付もその動画に関しては何日に撮りましたっていう日付も,もう収録してるんですよ事件があったんですよそう十年後ねまあそのそのねまあいろいろ言われたわけうそうそ まあクレームみたたいなこと言われたわれけで,すよでも10年後そのクレームした人が、まあ、見てるとは思えないですけどね、うん、う多分見てないでしょうね、うんうまあ、とりあえずやりますんで僕と久保さんはあなたがやらなくても僕と久保さんやりますし、えー、あなたがやらなくても世の中はどんどん変化していくしあなたがやらなくてもね 世の中の商品どんどん価格上がってくるしあなたがやらなくてもあなたがやらなかったら給料もらえないだろうし <laughs> 給料安いしねまあ結局やらなかったらマジで終わりですよ、うん、終わりうんそう毎回桜とかはね毎回ねちゃんとやってるじゃないですか毎回桜ちゃんと咲いてますよ まあちょっときあの寒いとね、ちょっと開花が遅れたりしますけど、こう毎年ちゃんとやることやってますからね、桜も。どうですか、やることやってますよね、桜探してるじゃないですか。<laughs> 桜咲かない年ってありました僕、知らないですね、桜が咲きませんみたいな。大ニュースですよね、全国、桜が咲かないんです、桜が冬眠に入りましたみたいな。 毎年ね毎年咲いてるじゃないですか花でも、うん、毎年や,やることやってますよ花探すっていう、うん、僕はね桜より人間の方が頭いいだろうし桜よりね人間の方が行動できるだろうしいろんなことできるだろうし桜よりねあーか考えられるじゃないですかでも人間よりね 人間より何もできない人間より能力がない桜の方が綺麗に花咲かしてるんですよどういうことやねんといやだっ桜って脳みそありますえ桜脳みそありますなんか手とかあります目とかあります足とかあります喋れます口あります耳ありますないでしょうだけど人間より綺麗にさ咲かしてますよ何なんでしょうね何なんでしょうね <laughs> 何なんでしょうね 花になりましょう花になろう <laughs> 久保さんやっぱ花ですよね花になろう、うん、世界に一つだけの花になろうよ世界に一つだけの <laughs> いや生まれ変わらないとっていうか生まれ変われますから大丈夫です久保哲郎も生まれ変わりましたからねなんか遺言とか言ってますけどまあ、結局動画送ってきますから <laughs> 生ままれ変わりしょう僕も生まれ変わりましたからねやって練習してうん人間変われますからね変われないんだったら変われないですよ久保さんも変われなかったですよ僕も変われなかったですよ変われるんですよ変われる人を見てね変われないって君は言うのかと変わってきた人を見て変われないっていうのを もう無理やん途中 <laughs> だってね成功してる人もね変わったんですよ孫正義さんもねちょっとあの番地がないところに生まれたんですよ番地がないしいじめられてたんですよまあもう松下さんとかねだからその成功してる人ってほとんど結構貧乏貧乏は利害多いと思うんですけどねまあ僕も貧乏でしたけどなんか最初からなんかの なんかそのすごい家に生まれてねすごい教育を受けて成功しましたすごい学校に行ってき成功したそうじゃないと成功できないじゃあ東大に入った人しか成功してないんですかお聞きしたいんですけど東京大学に入った人しか成功できしてないんですかお聞きしたいお聞きしたい東京大学名門ですよね東大に入った人しか 成功してないんですか中卒は社長にななれいんですか中卒は社長になれなないでですか中卒は社長にってる人めちゃめちゃ,、まあ、めちゃでまあまあいますよまあまあ中卒でも金持ちの人いますよえそれ変えられるわけですよ別にでもねそういうか変えてきた人を見てね自分が変わらないと思ってるんだったらそれは変わらないでしょうね一生 それは一生申し訳ない無理それは無理ようんでも僕は久保さんもそうですし僕もそうですけど変えてきた人間があなたにも伝えられることがあるとするならば変えられるですやればね <laughs> 本当にでもいまだにやってないんでしょそれは無理ですよ今日やれって話ですねいってらっしゃい